ョピー、てにゃー、怖いよー、助けてなんだそれ。ということでですね、これ見たことある人結構いるんじゃないかなと思うんですけど、今日はですね、ペコボックス、毎月ですね、まあおやつ、おもちゃ、厳選したというね、おもちゃ、おやつを、まあ、毎月定期的にですね、送ってくれるという、そういうサービスなんですね。で、まあ俺個人的には、なんて言うんですかね、まあ、おもちゃは別に好きなやつ買えばいいし、まあ、言ってもおやつもですね、まあ、散々いろんなものをこう買って試してはいるので、まあ、その中でね、やっぱ少しこう、涙焼けがですね、出やすいようなおやつがある、もう事実なので、まあ、それは別にいいんじゃねえのと思ってたんですけど、インスタの広告ですかね、あれでなんかしょっちゅうこう回ってメニューはしてたんですけど、まあ、毎月定期的にね、送られてくるようなサービスっていうのは、まあ、何種類かあると思うんですけど、ついついこう、注文してしまったのがね、このおもちゃが、まあ、今回のその、ね、いわゆるコンセプトというかタイトルが、その、お化け屋敷肝試しっていうことでね、この、六六尾のおもちゃだとか、これ、正式名称なんていうの?カラカサお化けっていうのかな?一本足のね。ちょっとこれ見て、お、かわいいと思ったんですよ。これは面白いと思って、ついついね、頼んでしまいました。何月何日までに頼まないとこれがもらえないって書いてあったんで、で、多分、このおもちゃ、おそらくオリジナルなんで、ネットで買おうと思っても、まあ、買えないですよ、多分アマゾンとかでね。なのでね、ちょっとこれはね、どうしても欲しかったんです。で、一応中身が、こういうサバのね、サバの厚削りっていうのかな?まあ、ビタミン豊富ですよ。ちょっと笑ったのが、リンゴコロコロ入っててね、これちょっと笑ったんですけど。で、あと、まあ、お試し用のフード。まあ、このフードに関してはね、散々今まで言ってる通りなんで、まあ、使う、使わないは、飼い主さんがね、判断してもらえばいいと思うんですけど、そうだね、これ7月号が、まあ、この肝試し、お化け屋敷。お化けがテーマでですね、ちょっとこれがね、どうしても欲しかったんで、買ってみました。ねえ、チョピー。早速食べてみる?チョピー。パン。ちーちゃんも食べてみる?ちーちゃんも食べてみる?サバ食べてみる?サバ。パン。サバ食べる?サバ。ちょっと待ってよ。よいしょ。サバ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 あんたたちに離れるのすぐまずチョッピだ。硬いかな、大丈夫かな、喉に引っかからないかねこれはいはい、ティーを持ってけ、ティー長いやつ持ってけ、ティーは長いやつを初めて食べるものに関してはね、やっぱ匂い嗅いでねチェックするんだ、ティーちゃんね。ねえ、ティーちゃんね。慣れてないものはそうだ、ティーちゃんね。おいしい、チョピは。チョピ早かったね。気に入った?パン。サバ気に入ったの?ティーちゃん。ティーちゃんのチョピ。ちょっとカメラのか。はい。カメラの方に顔向けて。おいしい?ティーもおいしい?パン。おいしいっすか?テペおいしい?あとね、キツネのお面っていうのが入ってて、こう、ミシン目がついててね、こう、パチ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 っていうふうにね、こう、指で剥がしていく、取っていくってやつが、最初に言っておきますとね、僕はあまり細かい作業が得意じゃないので、ビリって破いてしまいました。すいません。ちょっとね、そこだけ、ご案内できないんで、ごめんなさい。確かなんですけど、おもちゃだけとかね、おもちゃとおやつか、おもちゃだけとかね、それも選べれるみたいなので、まあ、おやつうち、買ってるところがあるんだ、ということでしたらね、
そこから買ってもらって、それを使ってもらえばいいのかなと思います。おもちゃは、ここが俺、と思うのはね、いいなと思うのは、やっぱ、いわゆるその、季節に合わせたね、こういうものをね、オリジナルで作って出してくれるっていうね、このセンスはね、好きなんで、もうついつい買ってしまいました。で、これはまあ7月号なんですけど、来月のはね、なんかビーチリゾートっていうのはコンセプトらしくて、まあそれはそれで楽しそうだったんですね。今回は、チョッピの名前でね、注文してみたんですけど、8月号の、投げてー8月号に関しては、ティーナの名前でね、注文してみましたので、まあ、また届いたらね、楽しそうな、内容だったらね、また動画にしてね、お知らせしたいかなとは思っております。リンゴゴロゴロ久々に食べる？リンゴゴロゴロかな？リンゴゴロ。まあ、涙焼きとかいろいろ問題あると思うんですけど、まあ、この辺はね、好みで飼い主様の判断でね、あげていただければいいかなと思ってます。ちょっと正面から撮ってみよう。正面からね、ちょっと待ってよ覚えてるんだね、やっぱチョピ覚えてるんだね。ティちゃんも覚えてるの？ティちゃんも覚えてる？何、ティちゃん、チョピも食べる？食べる人？食べる人？よし、ちょっと待ってよ待ちなさい待ちたまえティちゃん待ちたまえちょっと待って。チョビお座りは？チョビお座りは。あ、偉いね、お姉さん偉い。おい。はい、ちーちゃんも食べな。という風でですね、まあ、セレクトアイテム、7月号はこんな感じになっておりました。まあ、楽しそうなのがいいよね。箱が届くたんびに、喜ぶって、まあ、それもおまんまが入ってるっていう風に認識すればそういう風になってくるし、まあそういうふうにね、喜んでくれる姿をまた見る、またそれが毎月見れるっていうのもまたね、飼い主にとっては、すごく喜ばしいことなのかなと思ったりするので、まあもう 1、2ヶ月、良ければ一度、引き続き頼んでみようと思っております。それでは皆さん、また何かありましたら、情報を共有させていただきますので、よろしくお願いします。いつもありがとうございますね、ティちゃんね、ティちゃんタッチ、ティちゃんタッチ。はい、チョピー、ありがとうね。チョピーもありがとうね、協力してくれてありがとうね。リンゴ候補食べたいの？チョピー、お座り。よし、後で開けるね。じゃあ皆さん、バイバーイ。バイバイキン。必死やん。今日も最後までご視聴ありがとうございます。もしよければチョッピチャンネルの読者登録よろしくお願いいたします。またインスタ、ツイッターもですね、毎日更新しておりますので、説明欄からのフォローお待ちしております。それでは皆さん、バイバイキーン。